なものが現れて、まだ一行しか進んでませんね。もう17時。さっきの予知は外れたのでしょうか。噂をすれば転校生さん、お待ちしてました。これで安心。ゆえはむにゃ。失礼、あなたが来てくれるのは分かってました。はい、ゆえの代わりに原稿を書いている姿が見えたので、雑誌への寄稿です。ゆえはオカルト雑誌のライターをしているのです。今日が締め切りなのですが、どうも間に合わなそうでして。はい、ゆえはパソコンが苦手なので、それに書くのも遅いのです。ですからどなたかに代筆をじお願いできればと。じ、そうですか、オンに来ます。ではお願いします。ペンネームはデイドリームゆえこです。何か？タイトルは3年後に世界は滅亡する。何か？こういうものは戦場的なタイトルが普通なのですが、そうですね。では武蔵級を超える魔物が今年人類を滅亡させる。さすがにやりすぎでしょうか。でもこのくらいが良いのですよ。ゆえが見たことをそのまま書くと生々しすぎるのです。まさかポストまでおぶってもらえるとは。すみません、ゆえの体力がないばっかりに。はい、でも当館はどうしても自分でやりたいので。ではこの封書に念を。当館、転校生さんはあの雑誌を読んだことはありますか？魔物をネタにデタラメを書いているのを不謹慎だと怒りますか？実際そういった苦情は編集部に届いているそうですよ。もちろんあの雑誌に書かれていることを信じている人なんていません。ですがあれはプロパガンダなのです。魔物なんてへのかっぱだとみんなが思ってくれるように書いているのです。例えばですよ、転校生さん、ゆえたちの気の持ちようで魔物の強さが変わるとしたら、ゆえたちが魔物なんてへのかっぱと思うことで魔物が弱くなるとしたら、いえ確証があるわけではないのです。変わった魔導書に書かれていた陳説なのです。でもゆえはそれが好きなのです。あの雑誌に寄稿している人たちはみんなその魔導書を信じています。滑稽に書くことでもし魔物が弱くなるならすごいことだと思いませんか？そうなんです、ゆえは今実験しているのですよ。